あ、始まりましたよ。伊達武将隊、支倉ナイトのお時間でございます。皆さんお晩でございます。はい、さあどうでしょうか？あ、今4名5名はいちょっとずつ増えておりますが、今日はまあしっぽりとですね、えー。いつものようにやっていきたいと思っております。えー、皆さんお晩でございます、えー、欧州仙台おもてなし集団伊達武将隊、支倉常長でございます、えー。いかがお過ごしだったでしょうか一週間。 先週ね、えー、今週やるかやらないか、どうしようかななんて言ってたんですけれども、まあ、せっかくなので、来週の長谷倉ナイト再開に向けてですね、えー、少しやりたいなと思っております。さあ、どうでしょうか、えー。誰もチャットに書き込まない。うん。いないのかもしれないんでね。まあ、いいです。今日は、えのんびりやりましょう。あ、お番でございます。えー、よかったです、えー。今日はですね、あのー、 来週から長谷ラナイトのてうかリアルのです、ね、講座形式で再開いたしますのでそちらに向けてです、ね、少しこう私の中でもです、ねまあ、リハビリというとあれですけれども皆さんにもちょっとです、ね、ついてきていただきながら、えー、拙者の旅路をです、ね、振り返っていきたいと思います。何せ次回、来週の長谷、ね、ラナイトでやりますのが うんと長谷倉常長と帰国というタイトルなんですね。えー、ですから帰国の前まで <laughs> をちょっとやりたいなと思っております。まあ、やってきたのが長谷倉常長とメキシコ長谷倉常長とキューバ長谷倉常長とスペイン、オーロ長谷倉常長とローマ 長谷倉恒長とスペインキロでそのあとが、えー、長谷倉恒長と帰国ということでございますはいそうなんです、えー、完売いたしましてですね6月17日の分そして6月24日の分も定員が近くなってきましたので一旦締め切らせていただきましたはいでは始めたいと思います長谷長とまずは メキシコから参りましょう、えー、拙者常永がですね、えー、この仙台を出発しましたのが慶長18年の9月15日西暦に直しますと1613年の10月28日、えー、現在石巻ですね石巻は鹿半島月の裏から出版いたしましてですね、えー、そして太平洋を越えてまずはメキシコに参ります。日本人で 初めてメキシコに行ったのは私ではございません。田中将介さんというですね、まあ、幕府のまあ武士であり、役人であり、商人であるというか、えー、そういう方がですね、えー、メキシコに最初に行った日本人になります。年月はと言いますと、1610年のことでございますね。田中将介殿、どういう戦いきさつで行ったかと言いますと、えー、スペインの船がですね、 日本の沖合で,です、ね、座礁してしまって帰れなくなってしまったその方を送り届けるために家康子が使わしたわけですですから私より先にメキシコに渡っている日本人がいますで田中将介さんが日本に戻ってきた時に一緒にですねスペインの東嶺大使、まあ、お礼をするための大使ですねとしてきたのがビスカイノセバスチャン・ビスカイーノさんですねこの,この方でございます セバスチャンビスカイビスカイーノさんはその後、まあ、家康公秀忠公の態度が変わってですね、えー、帰れなくなってしまうんですね船も何度か座礁してしまってで政宗様が船を作るということでそちらに便乗することになった方でございますビスカイイノさんは大の冒険家でございましてですねさまざまな航路を発見した方ですけれども実は日本にお礼のために 来ただけではなくて、もう一つですね、大事な役目があったんです。ビスカイーノさんの役目それはですね、金島銀島を見つけるということなんですね。え、金島銀島ってなんだろう。え、ちょうどねここにですね、えー、拙者が生きていたような時代のですね、えー、地図がございます。まちょっと遠いんで見えにくいんですけれども、こう面白いんですよ。中国語まあ中心というか、えー、で書くっていうことなんで。 ま、結局日本が中心となっているような地図になっております。これが日本でございますね。日本の北東にですね。ちょっと赤い丸があるんですよ。赤い丸印そう。これね。今夜万国全図というですね。まあ、当時の地図の一種でございまして、えっ、ー、と宮城県図書館にも、えー、こういうのがございます。<laughs> この赤いのに書いてあるのが銀島という名前なんですね。 えー、マルコ・ポーロさんの時代から日本は金がたくさん取れる島だというふうにヨーロッパに伝わっていたようですが実は日本そのものではなくて日本の沖合太平洋側の沖合に金が取れる金島と銀が取れる銀島があると信じられていたんですでこの地図にもまだ未発見の銀島が描かれているというわけなんですねこれをですねビスカイノさんは 探したたかったんですですからサンファン・バウチサ号に乗りまして月ノるルから出版したあとですねしばらく実はこの辺うろうろしてます。はい、で答えを言いますとそんな島はないというえことになるんですけれどもビスカリノさんはまあそういう密命を帯びていた方と。 3か月の船旅をともにしまして、えー、日本からまっすぐ東へ進むわけですねずっとサンファンバウチサーゴを進むわけですでメンドシノというですね、えー、岬を発見,し、まあ、見つけまして、えー、そこからこう南に降りていくわけですねカリフォルニアにあるわけですけどそこから南にずっと陸自体に1か月ほど行きますとスペーあーメキシコの、えー、西海岸の港町現在も リゾート地として知られますアカプルコという、えー、都市がございますこのアカプルコから入港いたしましてメキシコ当時はノビスパンノビスパニア、えー、ニ,ューニューイスパニアって意味ですねヌエバイスパーニア、えー、に到着しましたと2014年だからもう6年前ですか6年前に伊達武将隊も、まあ、仙台仙台市とアカプルコ市がですね えー、歴史姉妹都市ということで、えー、40周年を迎えた年なんですけれども2014年にメキシコ行かせていただきましてアカプルコにも行きましたアカプルコには接した常長像があるんですけれども、えー、残念ながらですね夜は外出をするなというふうに言命されたようでございます <laughs> やっぱメキシコはねそういう治安の問題も多少ございますからただあの大観光都市のようでございますよ、はい、リゾート地のようでございます プコに入港しまして、ですね、えー、第一のまず問題がございます。これがですね、えー、抜刀事件ですね、<laughs> 抜刀事件、もうそのまんまです、刀抜いちゃったと。つまびらかな、あ詳細なですね、えー、資料は残っておりませんけれども、要するに日本からたくさんのものを下ろしたわけですね、えー、港で。しかし、それらに税金をかけるのが向こうの通常の。 お習わしなんですけれども、そんなことされちゃ困ると、これは全部贈り物であるということで、いさかいになって、武士の1人は刀を抜いたと、であわやということだったんですけれども、まあ、結局のところ、メキシコ当局から、ですね、えー、拙者以下10名ほど以外はですね、まあ、大体日本人110人ぐらいいたわけですけれども、10名を除いて他のものは、あ対等してはいけないということでですね。 えー、命じられてししままいましたもちろん私はねその大使でもございますので、えー、刀許されましたけれども一応そういういさかいそして、えー、刀禁止令がメキシコで出されてしまいます、えー、そこからあ陸路をですね、まあ、歩いたり、えー、ロバに乗ったり馬に乗ったりしながらですね、えー、メキシコシティシューダデ、えー、メヒコに行くわけですねでそちらで、えー、服を メキシコ、福王様から歓迎を受けまして、そして日本、仙台とメキシコで交易をしたいということを申し上げるんですけれども、そういう交易関係のことは、スペイン本国で聞いてくださいということで、ですねスペイン本国に行くことになります。メキシコシティでは、70名ぐらいがですね、洗礼を受けております。ただ拙者も そこで洗礼を受けようという話にもなったんですけれどもメキシコのカトリックの偉い方とかからですねあなたはスペインで洗礼を受けるべきですということで引きとどめられましてスペインの方で受けるまでクリスチャンになるのを待ったわけですねはいそして東海岸にございますベラクルスの サンファンレウルーアというですね港町から出発します出発したのが1614年の6月10日でございます日本を出たのが1613年の新暦で言いますと10月28日3ヶ月後の1月1614年の1月25日にメキシコに到着いたしましてそこから約3ヶ月 あまりの滞在でした6月10日にサンファン・デ・ウルーバより出版そして行った先がキューバでございますキューバハバラキューバにも拙者の像があるんですけれどもね、えー、これはですね実はですね当時メキシコと、まあ、こっちになっちゃいますけどねスペイン。 メキシコからスペインに行くのにですねちっとこっち行ったりすいませんメキシコからスペインに行くのに当時はですね、えー、2つ2つ、うんメキ、メキシコとペルーこの2つがですねスペインの重要なあ領地植民地だったわけですねいずれも副王領王様の王様に服服という字ですね、えー、サブという字ですね服、えー、王が治める まあ総督みたたいなもんでですすけけど土地だったわけですねそのメキシコ副王領とペルー副王領からそれぞれ船団を組んでスペイン本国に行かねばならないという法律があったんですだ大体まあ40とか50とかの大船団になってスペインにまで行っていきますこれが1年に1回で今度スペインから、えー、メキシコそれからペルーそれぞれに行くのも 1>, 1年にそれぞれ1回ずつだから1往復しかね1年に基本的にはしないんですよまあそのほかに郵便船とかもあるんですけれどもそれも半年に1回ぐらいですかねでなんでそうなってるかといえばでどんどん交易したらいいじゃないかと思うでしょうそれがね違うんです2つ大きく理由があります1つは1隻の船で、えー、ここ行きますとですね まあ、カリブの海賊ですよ、ジャンジャンジャジャゃんンジャ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 ,ンジャ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 ンとね、えー、海賊たち、まあ、これは大体イギリスとかオランダのお方々なんですけれどもに、たくさん積んだ銀やらですね、えー、こちら、フィリピン経由で入ってきた中国の織物やら、いろんなものが船に積まれているわけですけれども、そういうのが奪い取られてしまうわけですね。 なので大団を組んだ方がいいもう一つもう一つの理由は抜けにですね簡単に言うとここでメキシコ本国できっちり何がどれぐらい積んであるっていう帳簿を作ってでスペイン本国に行ってそれをちゃんと帳面合わせるわけですね。じゃないとまあ 何でしょう私服を肥やすじゃないですけれども、えー、する方も多かったんですね。なので、まとまっていく、管理をするという、えー、そういうふうになっていたようでございます。ですからですね、実はスペイン本国としては、もともとセシャ者ラとの交易をそこまで望んでいるわけじゃないんですね。私たちが運ぶようなものは実は実マカオ マニラ経由でですね入っていったっていうのがあるので、そこまでうまみがなかったようでございます。ただ、私たちもその部分は分かっているので、えー、マニラ経由よりも私たちの方がまが交易いいところありますよ、それはっていうのもちゃんと申し伝えております。それ後で話しますけれども。で、こちら、メキシコのベラクルスからですね。 キューバに行きましてここまではま1つの船ですよでキューバで大船団を組んで、えー、日付としましてはですねベラクルスを出たのが6月月10日日キューバ到着7月23日実はここね1ヶ月以上かかってるんでもしかすると日付のズレがあるんじゃないかという指摘もございます。 ただここね、あのメキシコ湾流っていうね、えーえー、ガルフ湾っていうガルフ、えー、ガルフ海流っていうのかな。えー、でですね、結構海流がね、ぐずぐるう渦巻いてるもんですから、それで時間もかかったんじゃないかという話もあります。ハバナに到着いたしまして、えー、船団とですね、えー、合流しまして、8月7日に出発しています。 8月7日に出発してスペインの本国最初の港サンルーカルでバラメーダ港に到着したのが10月の5日でございますだからまあだいたいキューバ出発から丸2ヶ月でスペインに到着いたしておりますねあこの日付はですね全て今のところあの西暦というか和暦ではございません 1614年の10月に到着しましたので、まあ、仙台を出てからほぼ1年ということですね。えまずは最初の目的でもあります、スペイン本国での交渉ということになるかと思います。さて、行きのスペインでございますけれども、まずはですね、えー サンルーカルカバラメーダからですねこのガダルキビル川という、えーまあ、太いですね南アンダルシア地方ですね、まあ、もうこっちか、ね、アンダルシア地方にあります、えー、川ですよ、ねえー、そちらをこう遡上していってですねコリアデルリオそれからセビリアに行くわけですね、えー、当時セビーリアはですねもう交易の中心地全ての交易品はセビリアにまず集まります 管理すするわけですから当時もう少しね100年までいくかなぐらい後になるとセビーリャから別の港町にその交易拠点が移るので、えー、セビーリャもだんだん廃れていってしまうんですけれどもこの当時はもうみんなセビリャにただセビーリアがかといってすんごい潤ってたかというとだんだんこう交易のですねバランスが崩れていってですねあのー、そこまで。 もうちょっと前の方が前の時代の方が儲かってたようですね。でもかんなくなってきてどんどんこう締め付けがね苦しくなってくるわけですよ。ね大戦団で来なさいとかね、えー、帳簿管理しろとかね。うん。でも大体そういうこう経済的な縛りがきつくなるとなかなか好転はしないですな歴史を考えると。うん でセビリアは実は私と旅のね最初から最後まで一緒にします、えー、ルイス・ソテロという宣教師彼は本当に熱心な男でございます、えー、ソテロの肖像画はここにあるかなないかこのこの人ですねソテロさんはいえーっとこの人設置者がこっちで、ね 手前左側にいる方がソテロ殿ですね宣、えー、教師ソテロ殿がですね、えー、非常に熱心な方ですけれどもこの人はねセビリア出身なんですよセビリアの、えー、サラマンカ大学かなあという大学を出てるんですけどで進学の道に行って宣教師の道に行くんですけどももともとはセビリアの、えー、市議会議員っていうのかな、えー、のの 息子さんででですすねま名、あ、名族名家なわけで,すで彼は宣教師を志してメキシコに渡るんですねその後フィリピンに渡って多分フィリピンで日本人と出会って日本への宣教をまあ志しておそらくまあ大阪 あ違うえー、と関ヶ原の戦いのあとぐらいかな前後ぐらいに日本に入ってきてると思います1600年代初頭ですねで10年ほど布教活動をしてで政宗様と地球を得てで常永と一緒に行ってきてくれないかということでですね政宗様と出会ったのは多分出発の23年前だと思いますけれどもビスカイドさんとも同じぐらいに政宗様は出会っております。 ちなみに、まあ、サムネ様とビスカイヌさんが出会った日というのが6月24日なんですね、新暦で。これが、えー、洗礼者聖ヨハネの祝日、祭日なんですね。そこから、洗礼者聖ヨハネをスペイン語読みしましたサンファン・バウティスタという名前に船を命名したんじゃないかと言われております。旧暦だといつだろう旧暦はちょっと。 皆ささん調べてください1611年の6月24日です。えー、っと慶長13、慶長16年の5月とかですかね、えー、だと思いますけども。はいえさて、えー、このセビリアはソテロのふるさとということでですね、大歓迎を受けます。王宮、まあ、離宮ですね。えーに 宿泊させていただき連日の歓迎を受けました12月頃にですね、えー、マドリッドの方に向かうんですけれどもマドリッドに入るとですね途端に空気は変わっていってですねどうもおもてなしって感じではなくなるんですね。しばらく、うんまあ、サンンフランシスコ会なんで ソテロさんがサンフランシスコ修道会にですね、えー、お世話になってるんですけどなかなかね国王陛下かかから呼び出しがんかかんないんですねで結局1月の末に、えー、ようやくですね国王ペリペリ世に越見を賜ります、まあ、なんでって言われるとこれ難しいんですけれどもまあ私たちの処遇をどうするか、えー、考えあぐねた決めあぐねていたところがあったのかもしれません。 国王陛下にですね、謁見を賜り、まあ、2つ、公益のこと、そして私自身の洗礼のことをですね、お願いいたしました。えー、国王陛下は大変喜んでくださって、2月の17日に、えー、王室のですね、修道院、デスカルサス・レアレス修道院でですね、洗礼を受けることができました。まあ、戦国時代のの武将といいいうのは誕生日がわかからない人多いですから、な人多です えー、しかしながら、えー、私クラスですと誕生日はわからないわけですねですから、まあ、2月の17日が一つの誕生日かなと私自身は思っております西暦1615年2月17日でございますさて えー、大丈夫ですか <laughs>、えー、さてですね、マドリッドでの日々はですね、基本的には交渉、交易でございます。えー、残念ながらですね、えー、なかなかですねこの交易、うん、うまくいかないんですね。国王陛下はもう考えてやってもいいよという、いろろい返事というか。 まあ玉虫色というかですねしてくださるんですけれども気持ち的にはいいよと言ってくださるんですけれども残念ながらですねこれがうまくいかないんですね。えー、この、まあ、さっきちょっと話したんですけれども植民地との交易なんですけれども当時スペイン本国は 大きな植民地としてはペルーそしてメキシコそれからフィリピンこれを持ってるわけですねペルーやメキシコは基本的にはその銀とか金とかの鉱山からの鉱物収益というかですねが主なものでございますこっからどんどんね金だの銀だの出てるから スペインはもう潤っちゃって潤っちゃってしょうがないでしょうっていう時代はもう終わってるんですねフィリピンを植民地としたことでフィリピンでさまざまな取引が行われます中国製の、まあ、陶磁器や磁器やですねそれから織物こういったものがフィリピンで、えー、こう売買されるわけですで売買に何を使うっていったらここで取れた銀を使うわけですよね ここで取れた銀が本国に行かずにね本国スペインに行かずにみんな中国に流れてるこれがスペイン本国大問題だったんです潤わねえじゃねえかとね全部こっちに来る前に流れちゃってるじゃないかとだから日本との取引もしたらそうなるんじゃないかそんじゃ全然うまみがないだろうってことで私たちがあのまあ提案したのは 私たちとの取引の中では銀はいりませんとその代わり、えー、スペインメキシコのまあ,あ物資ですね、えー、物資というとあれですが、えー、産品というんですかね、えー、織物だったり、えー、そういうものをと交換しましょうそうすることで銀の流出を防げますよということを、まあ、私どもはまあ主張したわけですしかしながら、まあ、スペインとしましてもですね、えー、直接こう 日本と取引する距離ではございませんのでメキシコと日本での仙台での貿易ということになるんですけれどもその植民地政策を担当していたインディアス顧問会議、まあ、これ顧問会議と訳したり枢密会議と訳したりいろいろあるんですけど、まあ、このインディアス顧問会議というですね植民地政策を統括しているところは全く 首を縦に振らなかったとということですね早くこの人たちは返した方がいいと、ね。いつまでもスペインにいてもらっても困りますからと。国王陛下どうぞご決断をと。えー、ずっとそういう,うスタンスでございます。で国王陛下の方もですねまあそれはわかると。しかしながら彼らは一方で教えを求めに来た者たちではないかと。だから 交易、えー、については、いろいろ返事すぐには出せないけれども、まずは、えー、彼らが望んでいるローマへの巡礼の旅、そしてローマ教皇様への越見はあ後押ししてやりたい、いや、そこまでする人なんじゃないですか、国王陛下、いやいや、そうしてやりたいんだ、まあ、そういうやり取りがあったか分かりませんけれども、えー、スペイン本国からですねローマへの旅への、まあ、許可がようやく、まあ、長い時間かかったんですけども、おります。 えー、スペインを出発しましたのが9月の下旬でございます、えー、その間ですねマドリッドからバルセロナ経由で行くんですけれどもまでの間ですね、えー、サ,ラゴサ,ラサラゴサやです、ね、モンセラートの聖母修道院などですね、えー、巡礼もさせていただいておりますそしてバルセロナからですね、まあ、快速フェラッカ船というですねまあ速い船ですね10人乗りぐらいの速、まあ、い船に乗って出発します ただ、早い船ってことはちっちゃい船なんですよ。ちっちゃい船ってことは、嵐に弱いんですね、えー。そこでバルセロナ出発から地中海通ってね、イタリアに行くの、まあ、長さで考えたらすぐじゃないかと思うんですけれども、えー、1日、2日ですね、ちょっと嵐を避けるためにフランス寄ってます。フランンスのサントロペといいう港町に寄っててますこれが実は日本人で初めて フランスに行った人間ということでですね、えー、実はそうなんです、私なんです。はい、私でした。ありがとうございます。えー、サントラベというまあ、南の南の町ですね、フランスに立ち寄っております。そうなんです。スペインとかね、イタリアは、えー、天照少年施設団行ってるし、えー、メキシコもね、さっき言ったように田中翔介さん行ってますから、えー、っとキューバも初めてかもしれない私。うん。キューバとフランスは初めてだと思います。 というわけでフランスから、えー、またです、ね、イタリアの地中海沿いの町をちょっと寄りながらチビタ・ベッキアという町に到着します、まあ、いわゆるローマの港町ですね、はい、フィリピンを初めて訪問された日本人はどうなったこれはたぶんたくさん前例がいると思います。 私よりも前にフィリピンと、まあ、東南アジアですねえ貿易で、まあ、和光と言いますけれども、まあ、日本版海賊じゃないですけれども、まあ、貿易をする、まあ、船も襲う時もあるとまあ、そういう方々は当時から当時というか私たちよりちょっと前ぐらいからはいますのでそういう方がフィリピンにも行ってるはずですねはいフィリピン、まあ、タイとかにはね日本人町はあったんでねあそろそろお時間なのでどうもありがとうございましたまたお会いしましょう はいえー、チビタ・ベッキアに入港したのが10月18日でございます9月の下旬にバルセロナを出発いたしましておよそ1か月ぐらいですかね1か月かかってないぐらいですかね10月の18日、はい、どうもあまたお会いしましょうありがとうございます10月の18日にチビタ・ベッキアという町に到着しますまあもう教皇様の領地に入ったわけですね 洗礼者聖ヨハネのという名前の、ね、船に乗りまして私自身もマドリッドで洗礼を受けてフィリッポ・フランシスコという洗礼名を受けましたそしてローマ教皇様にお会いさせていただきました10月の18日にチビタ・ベッキアに到着してそこから教皇様に使いを出してでローマに ついたのが10月の25日です。で、実は教皇様なんとその日のうちにこっそりと会ってくださったんです。非公式会見と言えばいいんでしょうかね。えー、当時の教皇様がこちらパウロ・ゴセ様という方ですね。はい。えー、最初のまあ説見会見がございました。 まあ正式な一見は11月の3日になりますけれども、まずはこちらでですね、えー、お会いすることができました。えー、そして、えー、宿所となりますアラチエリ、えー、修道院にですねローマに入りまして、ですねバチカンですねあ、まあまあ、バチカンというと、現在のサンピエトロ大聖堂がある区域になりますので、まあ、もうちょっと離れて、3キロぐらい離れてますかね。はい、えー、そして 10月の28日にローマでパレードを行う予定だったんですけれども、えー、天候が悪かったので翌29日にですねローマ入試式ということでこの着物を着てですね、えー、馬に乗ってずらーっと行列でですね、えー、サンピエトロ大聖堂から私の宿舎でありますアラチェーリ修道院までですね約3キロほどの道のりを大パレードしたということでございます。 え、拙者の様子はこのように書いてあります、えー。襟飾りと帽子をつけ、楽しそうな顔つきで微笑みながら帽子を取って民衆にの敬意ある挨拶に丁寧に答えていたということですね。チリガミポイ捨てしたら地元の人が拾った、そうですね。それね、もうメキ、あ、スペインぐらいからそうです。えー、フランスでもそうでした。<laughs> あの拙者のね、この返しをね、返しが珍しかったみたいですよ。 あの紙紙がねやっぱり高級だっていうことなんでしょうねでこれをこう肌っ一回噛んでポイってね捨てたんですけれどもそれをねみんな向こうの人珍しがって「うわすげえ何この高級なすごいよこの紙えこれ一回捨てちゃうのもったいないもったいない」って思うんですからもうしまいには「はいはい」じゃないけどポイポイってねどんどん巻いてました。<laughs> 喜ばれましたよ。はい。塵に群がる。はい。まあなんか聞いた話ですけども、スペインだかどっかの図書館には当時の本にこの拙者が使った和紙がね、綺麗な状態で、えー、閉じられているという話でございます。はい。11月3日、えー、バチカン宮殿内にありますクレメンスの広場に隣接した 枢機教会室というですね、えー、まあ教皇陛下の教皇陛下のですね、えー、まあ古問団枢機教枢機教の方々が使うお部屋そちらで、えー、まあ謁見を正式な見を賜りました本当はですねまあもっといいお部屋があるんですけれども 私の主君であります政宗様がまだ洗礼を受けていないということでそのお部屋は使えず、えー、もう一段低いということで「枢機橋会室なんですけれどもこの「枢機橋海にだってね普通の人が入れるお部屋じゃないですから、えーまあ、本当に、えー、素晴らしいところにで謁見をさせていただきました。はい、でこの時はですねこの着物じゃなかったんですね、えー、こういうふうに書いてあります。 白と青の縫い取りが5番目状に組み合わされている着物を着用したというふうに書いてありますので実はこの着物じゃない着物まあおそらくですけれども上霜ではないかというふうに、えーまあ、考えてる人がいます私もねちょっと覚えてないんですけれどもはい市、えー、松文様ああそうかもしれませんね政、はい、宗様から預かりました 新書ですね日本文そしてラテン文で描かれている新書をこの時にに教皇様に手渡しておりますこれね面白いのはですね政宗様の新書の写しはないか私見たことあるかな政宗様があの教皇様にね届けようと言って書いてくださった新書ですけれどもあの日本文のやつと。 ね、こう縦書きになって横に長い日本文のやつと、えー、ラテン語が上に書いてあってこうねずっと縦長のですね紙に書いてあるで金,金箔と銀箔がちりばめられているものなんですけれども複製されたものが仙台市博物館にございましてそれねぜひ見てください署名が書いてあるんですね政宗様の。普通政宗様の署名って松平六の神なんですよ。 松平六の神ね徳川家のまあ中心でありある意味親族であるという意味ですね松平は。そして東北を治める六の神であるというふうに書いてあります。がこの新書はですね松平六の神じゃないんですよ伊達六の神なんですねこれはね。 言ってると痺れますよ、うんまあ正確には伊達政宗なんで伊達六の神なんですけれども、まあ、当時の読み方としてはですけれどもこれんでって言われるとなんでだと思いますねまあ徳川の家臣としての名前ではなく東北の伊達政宗としての 名前誇りそれを署名に表しているのかなと私は、まあ、推察しておりますけれども察、はい、しておりますけれども、はい、どうでしょうか面白いですよねこういう違いはねちょっとドキドキしますよね、えー、ちょっとギラギラしてる気がしますもんね。<laughs> 宗と書いてある 伊達、ね、六つ守政宗はいそれをまあ寝食してあったそうですねえさて、えー、そこからですね、えー、11月15日に拙者の秘書である小寺劇が、えー、小寺劇はそれまで洗礼を受けなかったので、えー、このローマで洗礼を受けたんですね、えー、そういうこともあってでここにね これさっき見せたソテロさんがこっちで私これですけど後ろに4人います、えー、この4名のうちの1人がその小寺劇という仙台藩の藩士で残りの3名はというとですね滝野貨幣伊丹宗美野間半兵衛という、まあ、近畿地方のですねキリシタン代表の方ですよく見えるのはすまんこれねあと これあのキリナーレ宮殿壁画で調べると出てくると思いますからキリナーレ宮殿イタリア大統領宮殿ですね、はいえー、こちらのですね、えー、3名ですね野間さん、えー、滝野さんそして伊丹さん3名はと近畿地方のキリシタン代表ということで、えー、来るわけですけれども一緒に来たわけですけれども彼らはですね実は 豊臣秀吉様の時代にあった日本二十六世人の殉教で亡くなった殉教者の、まあ、親族なんですね伊丹さんは違ったかもしれません伊丹さんは、えー、キ,リストキリシタの代表という格付けかもしれませんけども野間さんと野間半兵衛さんと滝野嘉平さんは、えー、親族がその二十六世人の一人。 というわけでですねえ、そちらの実は劣勢の誓願をしに来ています慶長検温施節の旅基本的には正宗様が使わした仙台とメキシコの貿易交渉のため当時メキシコ植民地としていたスペインに常永を送ったとその大きな目的としては 公あ公益とそれから仙台藩へのキリシタンの、えー、宣教師の派遣この2つが目的だったよって言われることが多いんですけれども実はたくさんの人が実は乗っていてその中には独自の目的を持った人たた人ちもいたんですねそれがあ伊丹聡美さん野間半兵衛さんそして滝野嘉平さんに代表される26世人の劣勢、まあ、当時は 聖人じゃないのでのでで殉教者すね劣勢を請願するというこれ実はあんまり知られていないんですけれども大きな目的であり当然この26名の方がですね殉、えー、教したという話はスペインイタリアに伝わってますけれどもこれ劣勢というのはですね非常に手続きが難しくてですねきっちりきっちりですね証拠というか。 え、状況をですね。調べていって初めて。劣勢、成人になれるわけですね。ちょっと。ますか。劣勢、劣勢言ってもわかんないと。劣勢ってね。成人に劣するってことですけども。はい。えー。これね。カトリックの世界だと、まあ成人と。その前に副者という言葉があるんですね。 でまず福者になってその後成人されになりますけれどもこれのですね、まあ、調査があるわけですでその調査のまあ最初のお願いをしたのが実は私たたたちちと一緒に行った人たちなんです結局成人になるのはそれから何百年も後です、えー、と明治時代になってからですね、えー、なんですけれども、まあ、それは日本が鎖国。 まあ、鎖国という言葉があれですけれども、まあ、鎖国状態になってしまって結局その調査が進まなかったからなんですけれどもその第一弾は実は私たちが使わしていたというのがこれは、まあ、豆知識というかですね面白いところだと思います。はいえー、そして1月の7日にですねローマを離れます。 だから私は実はバチカンででクリスマスマのミサにも参加してるんです1月6日の主の公言も参加させていただきまして翌日の1月7日にバチカンを離れますそして私たちはですねフィレンツェにも滞在したんですけどベネチアはね行く予定だったんですけどベネシスによるとねその,日その年のうちにメキシコまで帰れないってことでですね やめたんですやめたんだけどえっとですねえー、っとジェノバかジェノバに到着してですね私ね病気になっちゃうんですね3日熱マラリアですね、えー、発症しましてですね3日熱というのは高熱が出て次の日低くなってで また3日経つとと高熱が出るというこの48時間周期でですね、えー、熱を出すものですけれどもこれでですね数,数週間かなもう動けなくなっちゃってまあなんとかね助かったんですけれどもそんなわけで結局うんイタリアからスペインに戻ってさあ帰ろうっていう時にですね まあもう船としてもギリギリのタイミングだったということです。でそのギリギリのタイミングの中スペイン国王陛下に新書、編書ですね政宗様に持って帰るための編書をですねいただこうと思ったんですけれどもいや渡せないともうちょっと貿易とかそういう段階じゃないよって言われちゃったんです。イタリアににローマに行く前は まあなんとかいいよ返事してやろうかなっていう感じだったのが変わっちゃうんですね1年余りで失礼これはですね日本でのキリシタン迫害の様子がどん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 スペイン本国まで届いてしまっていたからなんですねそれでもうあんたたちとは貿易とかちょっとっていうふうになっちゃってしまっておりますで 結局私たたちはどうしたかスペインの人たちももう早く帰ってくれ帰ってくれっていう状態でも私はこんな状況じゃ帰れないということで大体30人ぐらいこの時ですね一緒にいたんですけれども25人とかそれぐらいの人たちは結局先に帰すことにしましたで私とソテロとあと数名が 残って1年年もう1年交渉を続けることにしたんですそのために私はですね、まあ、そのために言っていうのも変ですけれども、えー、私はですねもう帰りませんっていうことでですね私も体調を崩すしそしてソテロも足を骨折しとそういう状態に、まあ、なあん というかですすねねそれでで粘ったんです、ね、でセビリア近郊のロレート修道院というところでおよそ1年滞在しました、はい、そこから1617、えー、年,年ですね1617年にいよいよもうこれ以上交渉を続けてもしょうがないと。 早く帰ってくれとうるさいしもう無理だとで日本から伝わってくる話の中に大阪の陣の話まで入ってきたんですねそれでもう帰るっていうことになるんですねまあ国王陛下からの返書はですね、えー、なぜかここでは渡さないでフィリピンでは渡すから <laughs> っていうふうに言われるんですねなんでかっていうと それフィリピンで返書を渡す時までにこの日本の状況が好転していれば渡すと好転してなければ渡せないってまあそういうことです。なので現段階では返書は渡せないということでまあじゃあそういうことならということでフィリピンで返書をいただけることをまあ期待して帰ることにしたというところまでが復讐の。 部分になります <laughs> 復習だけで46分ありがとうございますここからいよいよ来週は長倉常長の帰国ということで帰国のお話になってまいりますそしてその次の週6月24日は長倉常長とその後ということで長谷倉常永のその後のお話をさせていただきたいと思います まあ今回、えー、ウェブ上でですね、こうやってオンラインオンンラインというか、えー、YouTube でですね、お話しさせていただきましたが、もしご興味があればですね、まあ、6月17日24日は、講座形式のものは締め切りましたけれども、今後、こう何かね、別の形で、えー、インターネット、オンラインを通じて、皆様にその内容をお届けするようなこともですね、まあ、考えております。えー、ので 期待待して待ってっい,い,い,いろいろ、えー、初めてのお話もあってあと年年年月日がね覚えらんないよね <laughs> ごめんなさいね、えー、こう年,年表でも書いとけばよかったんでしょうけれども是非、はい、もし来週申し込んだよさ来週申し込んだよって方いらっしゃいましたら、えー、楽しみにしていただければと思います。そして 先週もお伝えしましたけれどもこちら拙者常永のですね着物と同じ柄の、えー、風呂敷をですね、えー、制作しましたので多分今月中にはですね、えー、皆様に変えるようにですね、えー、できるんじゃないかなと思っております。これね、ねいいよ、ね これ何あの皆さん、これ風呂敷なんですけども大きさはね90、90だと思いますけれどもはいななん風呂敷として使います、これ。んかに使いますこれ、まあ、なんでしょう。なんとかメロンなんちゃらっていう名前のあの,あのポ,ポ,リポリ系の生地ですけどね。あの こちず風呂敷ってあるじゃないですか。持ってる方いるかな。あれとね、同じ素材なんですけどね。はい、スカーフを作る予定です。スカーフ。あスカーフの人多いな。風呂敷で使います。風呂敷バッグかな。風呂敷バッグね。いいですね。はい。風呂敷にはもったいない。いや、もったいなくないですよ。風呂敷は風呂敷で。ね、まあ、ぜひね、あの、加工してくれてもいいかなと思ってますよ。うん。ドッキンでね。 いろいろ素材としてね使ってもらえても嬉しいなと実は思っております何枚か買ってあのー、同じ着物を作るっていうね <laughs> どうですか皆さんどうですか同じ着物を作るっていうそれはちょっと難しいかなはい巾着とかねいいですねはいというわけで 3月の1日からかな、えー、ずっと行ってまいりました「無観客ハセクラナイト」ですが、えー、一旦今日で、えー、一旦ですね終わりにさせていただきたいと思いますまあもちろんハセクラナイトのまあ講座形式のものがですね、えー、ない時とかですね時々や,るやりたいなとも思っておりますがまあ しばらくはですね、えー、そんな感じで <laughs> なんて言えばいいかな、うん、まあ少しずつですね少しずつ通常通りというとあれですけれども今まで通り、うん、まり、あ、全部がね今まで通りになるわけじゃないと思うんですけれども少しずつ少しずつ元に戻ろう前に進もうということでですね、えー、ずっとこの インユーチューブ上で応援してくださった皆様にも、えー、もっともっとですね、えー、触れ合っていたいという気持ちもあるんですけれども一方で、えー、講座形式のですね長谷倉ナイトも再開したいという思いもありましていろいろ挑戦しながらですね、えー、前に進んでまいりたいと思いますのでまたぜひお会いできたらなと思います。はい じゃあ今日は特に <laughs> これ以上ありません終わりにしましょうかネット継続していただきたいでそうですねでも結構ねどっちもやるのはねやっぱ大変なんでねいろいろ試行錯誤はさせていただければと思いますはいまたお会いしましょう来週う直接ね会える方は会えればいいなと思っておりますあ あのー、一応ですね、えー、来週来る方はマスクだけね一応していただければと思いますあとはまあお茶本当はね長谷倉焼きとかね今までお出ししてたんですけれどもちょっとお茶コーヒー長谷倉焼きのご提供はちょっと控えさせていただくということもご承知おきいただければと思いますそれでは今日はこの辺で 終わりにしたいと思います。皆様どうもありがとうございました。グラッセーグラッシアス。あ、今週の日曜日独眼竜正晴だからね。皆さん NHK 大河ドラマの時間忘れないように。<laughs> ありがとうございました。え？古斉総一のモノマネをやってほしい？いやいやいや本当に。え？ 誰も書いてないって <laughs> えー、ちょっとやりますよ今日ねいっぱい持ってきたんだうんまあでもねやっぱあれあのシーンですかあのシーンがいいですかねええー、第2話ですかね 正宗様の若い頃、凡、えー、天丸さん、えーと、藤間亮太さんという子、ね、役の方、今は日本舞踊の宗家でございますけれども、えー、この凡天丸様がですね、乳、え、母、ー、の片倉喜多様、竹下恵子さんと一緒に、えー、寮内のお寺をおに拝みに来るわけですね。その中で梵天丸様が 不動明王様を見るそしてそのそばには古才宗一王将がいるわけですね来たこれ慕ったらずなんですよねこれかわいかったですよね来たどうしてこの仏様は恐ろしい顔をしておるのださあそれは教えて死てよ恐ろしい顔をしておるのは 悪を懲らしめるためじゃ不動明王は優しい仏様じゃ外見と異なり慈悲深い徳徳老二よ来た。本天丸もかくありたい。 違うね <laughs> ポンテンマルもかくありたいっていうね、えー、そ,ういうそれがやりたいだけでしたこれ、ね、いいですよねこのシーンねダイジェストで出てこるくるかな来ないかなどうかなっていうのちょっとね楽しみにしてますねあとはやっぱりダイジェストで出てくるのはこれでしょうね、まあ マハムネってねあの勝新太郎さんの秀吉子がと政、まあ、宗様が、ね、渡辺謙さんが初めて、えー、小田原城攻めで,ですね、えー、会うシーンですね、まあ、白装束のシーンですねこれはダイジェストでですね出てくるかもしれませんけれどもね、うん、こう首をねピシャリとね叩くんですよねあれがねなんとも言えませんね。 <laughs> あれは好きですねはいまあどんなシーンが使われるかも含めて、えー、楽しみでございますというわけで、えー、ちょっと長くなってしまいましたけれどもこの辺で失礼させていただきますそれではまたお会いいたしましょうありがとうございました